SCP-573。アイテム番号 SCP-573。オブジェクトクラスセーフユークリッド。特別収容プロトコル特別な収容方法は必要ありません。このオブジェクトはドクター L の机に収納されています。この SCP はサイト62の機密ロッカーに収納されることになっています。SCP-573 の搬出には、二人の上級職員の同意が必要となります。二人以上の補佐研究員を伴わずに実験を行うことは許可されません。オフアイブにより、子供に対してこの SCP の実験を行うことは禁止されています。説明 SCP-573 は骨でできたフルートです。DNA 鑑定及び炭素年代測定の結果、骨は人間の女性のもので、およそ1000年前のものだということが判明しています。部位は大腿骨で、大きさから推定して7から12歳の少女のものであると思われます。SCP-573 はルイジアナ州にて、子供の消失事件を調査していたエージェントによって発見されました。現場に到着したエージェントは、数種の野生動物からなる集団によって攻撃を受けました。動物を無力化した後、エージェントは数人の行方不明になっていた子供たちに襲われました。子供たちは当時の SCP-573 の所有者であったダラルド・キングという男に支配されていました。エージェントはキングを射殺し、子供たちを解放し、大きな事件の発生を食い止めました。SCP-573 は、実験の結果から、演奏すると、動物や思春期前の子供の精神を非常に受容的にすることが明らかになりました。影響を受けた者は、演奏者の要求を素直に聞き、普段の精神状態だと受け入れがたいことでも進んで行うようになります。一度演奏すると、影響を受けた状態は演奏時間の5倍の時間だけ持続します。例えば、1分間演奏すれば、5分間効果が残る。フルートを演奏するための知識は SCP-573 を使う上では必要ありません。SCP-573 を使おうとした者は、まるで数年間吹いたことがあるかのように SCP-573 を使うことができると感じ、どんな曲も自在に演奏できます。ほい、年、月、日をもって、SCP-573 の人間への使用を禁じます。日誌、573で明らかになったように、SCP-573 は使用者に嫌悪と偏執の感情をもたらし、特にその感情は思春期前の子供へ向かいます。使用者が自身の影響下にある思春期前の子供に暴力的かつ悪意を持った行動を起こすまで、この感情は徐々に、しかし着実に増大していくものと思われます。以上の理由から、SCP-573 の人体実験は無期限延期とします。オフアイブ、6。ドクターユリウス L の個人日誌。日誌項目573、1。財団での研究を行っていて気づいたが、公式の記録には個人的な観察について残されることが滅多にない。そこで、私はこの日誌に自分自身の考えを後で読めるように残しておこうと思う。SCP-573 はフルートで、動物や子供の精神を落ち着かせ、トランス状態に導く力を持っている。トランス状態になったものは、演奏者の要求をどんなものでも受け入れる。これまでの動物実験では、被験者に対する悪影響は見られなかった。そこで、上級職員から子供に対する実験を行う許可が出た。私はこれから、全員8歳で男女3人ずつ、計6人の子供を被験者として実験を行うつもりである。男女のうち1人ずつには肉体的課題を与え、もう1人ずつには精神的課題を与え、最後の1人ずつには外部から刺激を与えずに、トランス状態において比較対象実験を行ってみるつもりである。現在の被験者。シンディ、女子、肉体的課題。DOM、男子、肉体的課題。マリア、女子、精神的課題。ステワート、男子、精神的課題。リラナ、女子、なし、サム、男子、なし。日誌項目573、2。被験者となる子供たちと会った。順調だ。子供たちは天使にも悪魔にもなる。
SCP-573 の力によって子供たちを管理することが簡単にできると思われてしまったのか実験には補佐がつかず。名目上子供たちの世話をしている者たちも他の用事で離れてしまった。想定外の状況となったため、個室に分けて行うつもりだった当初の予定を変更し、子供たちをひとまとめにして実験を行った。子供たちは当初非常に落ち着きがなく乱暴だったが、どうにか椅子に座らせて、10分間 SCP-573 を演奏した。まず最初に目に留まったのは、演奏を始めるとすぐに子供たちは落ち着き、体の力が抜けてリラックスしたことだ。私が TOM とシンディに基本的な身体動作を行うよう指示すると、彼らは簡単にこなしてみせた。その後シチュアートとマリアに簡単な算数と暗証を指示すると、こちらも難なくこなした。この実験は楽に終わりそうだ。日誌項目573、5。実験は順調に進んでいる。今日は、肉体的課題を与えた子供たちに体操服を着させ、宙返りをさせた。注意深い観察によると、SCP-573 の影響下において、子供たちの外見的な性的魅力は飛躍的に高まることが明らかになった。日誌項目573、7。今日は自分を抑えられなかった。子供たちを見ていると、うっとりする。トランス状態にある間のことを何も覚えていないんだと思うと、衝動が込み上げてくる。私をじらして、じらして、焚きつけて、押し付けて、やまないのだ。私は教えてあげなくちゃいけなかった。私がどれだけ喜びを与えられたか。こんなにも可愛い小さな体、こんなにも愛しい子供。日誌項目573、9。クソガキどもめ。奴ら覚えていないふりをしてやがったんだな。わかってんだぞ。部屋に入ると、奴ら何か話してやがった。シンディが指を2インチほど離して見せて面白がっていた。TOM が自分のはそれよりでかいと言っているのが聞こえた。だが奴らは報いを受けた。当然の報いを。もう天使のふりなんかさせんぞ。何が起こったかわかってないふりをしていたようだが、それは嘘だった。私を馬鹿にしたことを謝罪させてもいいが、それだけで収まるものか。日誌項目573、13。私が奴らに何をしようと、相変わらず私をからかい、陰口をやめない。この応酬漂う醜い獣どもは私を舐めているのか、私のような優れた科学者を出し抜いて、陰口など叩けるとでも、クソガキどもめ。自分の立場がわかっているのか、もっとお仕置きしてもらいたいのか、やけども切り傷もやめだ、無礼の対価はもっと高くつくぞ。注釈、年、月、日、サイト63の擁護者ドロレストレイから警備へ通報がありました。警備員が301号室に到着すると、ドクター L が被験者の子供の死体に囲まれて返り血を浴びてはしゃいでいる姿が発見されました。その際、ドクター L は笑いながらクソガキどもに目に物見せてやったぞ、と言っていたと報告されています。このような不安定性は、以前にはドクター L によって記録されておらず、我々はこのような感情が SCP-573 からもたらされたと強く推定せざるを得ません。現在のところ、これ以上の SCP-573 の人体実験を禁じます。オフアイブ、6。